すごく貧しくて食べるものもなくて辛い時でもベートーベン聴け,けばうんっつって元気が出るとかね、うんうん、それから今でもね嫌なこと辛いこと一番のコツはね、うん、それに対して何もしないでいるとそのまんまなのよ、うん、なんかしようと思えばいい嫌なことに対してだから前向きになんかする、うん、それでスッとしますよね。うん